ドカチンは、1968年10月2日から1969年3月26日まで、富士テレビ系列局で放送されていた、タツノコプロ制作のテレビアニメである。放送時間は毎週水曜19時19時30分、前全52話。ノーテ天パンク博士が発明した時間再現装置、タイムゾーンマシーンの作動により、現代の文明社会の中に突然原始時代の、 一家が現れ、彼らが巻き起こす騒動を描くドタバタギャグアニメ。大部分のエピソードはモノクロで制作されたが、第1回、第4回のようにカラーで制作された回も一部、存在する。前作、オラーグズラダドから引き続き、森永聖火の一社提供で放送されていた。オープニングのラストでは、提供森永聖火のテロップが表示され、主人公、ドカチンの、提供、森永、 ピポピポというナレーションが入っていた。平均視聴率は15.7%。ビデオソフト化や再放送が行われる機会の多いタツノコプロ。作品の中でも本作はメディア露出が極端に少ない。本作放送開始から40年後に当たる2008年5月19日。同じくタツノコプロが制作したヤッターマン第2作の第14話。 ヤッターペリカン登場だコロン。には、ドカチンをイメージした、原始時代の少年が登場している。本作品に登場する人物は、大別して、ドカチン一家と、現代人に分かれる。タツノコプロアニメ大全史、タツミ出版、1998年、146ページ。週刊少年サンデー1968年29号から1969年11号に。 本作のコミカライズ版が、原作、吉田達を漫画、伊達蓮太郎名義で連載された。後にアけぼの出版から発売された単行本、全2巻には、伊達蓮太郎コピーライト原作、竜の子プロダクションと記されている。単行本は絶版になっており、再発売もされていない。達の子世界遺産、達の子作品と視聴率。 北日本新聞1969年4月2日付長官、テレビ欄。第1回、A、B パート、ドッカンドカチンの巻、ダンチブニャンの巻と第4回、A、B パート、ホイホイ原種の巻、ドカチンガキ大将の巻を収録。いずれもカラー制作会。ハクション大魔王は、第1回、A、B パート、出ました、大魔王の話。 モーツブルコーの話と第48回 A、B パート、ハッピーバースディー役ビちゃんの話、魔法のメガネで、おじゃるの話を収録。ありがとうございます。